君ストーカー？用があるなら私が聞くけど。お前たちは話にならない。しつこい。君モテないっしょ。早く帰れよ。帰るも何もここ僕の家ですけど。え、マジ？ごめん。いた！ストーカーよ！5つ子の姉妹です。クッキー作りすぎちゃった。食べる？クッキー嫌い？え、いや、そういう気分じゃ。警戒しなくてもクッキーに毒なんか持ってないから。食べてくれたら勉強してもいいよ。あ、もりもり食べてくれる。おいしい？ああ、うまいな。嬉しいなぁ。なんてね。はい、お水。サンキュー。はい。バイバイ。家庭教師はいらないって言わなかったっけ？なんで私がそんな面倒なこと。わかりました。受けましょう。はぁ、別に受ける義理はないんだけど。あんまり私たちを侮らないでよね。騙されないわよ。油断させて勉強を教えてくるかも。それでさ。はあ。まだいたの？また懲りずに家庭教師するんだ。この前みたいに途中で寝ちゃわなきゃいいけど。みんなも一緒に。死んでもお断り。大会の臨時メンバーを探してるんだけど。あんた運動できるんだし、今から行ってあげれば？なんでも5人しかいない部員の1人が骨折しちゃったみたいで、このままだと大会に出られないらしいよ。かわいそうに。いちかも2時からバイトって言ってなかったっけ？いつきも、こんなうるさいとこより図書館とか行った方がいいよ。それもそうですね。一体何が目的だ？あれ？間違って飲んだ私のジュース買ってきなさいよ。もう買ってきた。え？よし、切り替えていこう。抹茶ソーダって。ちょっとミク、いつからそんなに仲良くなったわけ？こういう冴えない顔の男が好みだったの？こいつ今ひどいこと言った。お前も地味にひどいな。はあ？面食いの何が悪いんですか？外見より中身とか言いたいわけ？なるほど。外見気にしないからこんなダサい服で出かけられるんだ。この尖った爪がおしゃれなの？あんたには分かんないかな。分かりたくもない。お前ら姉妹なんだから仲。そうだね。もう邪魔しないで。邪魔ですって。じゃあミクの言う通り、中身で勝負しようじゃない。どっちが家庭的か料理対決。なんで私が勝ったら今日は勉強なし。ことごとくうまくいかない。じゃーん、旬の野菜と生ハムのダッチベイビー。はあ、そんなわけ。何それ、つまんない。そういえばこいつ気にしないやつだったな。開いたけど。ニード、いつもの棚にコンタクト入ってるから取ってくんない？目が悪くて見えてないのか。お昼に意地悪したことまだ根に持ってんの？悪いとは思ってるわよ。何してんの？そこじゃないって。その上の棚だって。あれ、確かこの棚に。今向き合える状況じゃない。限界だ。逃げよう。やっぱ怒ってんじゃん。私たち5人の家にあいつの入る余地なんてないんだから。
もう決めた。今後あいつは出入り禁止。顔の男が好みだったの？不法侵入！違う！取る！私の裸を！この変態！立場にありながらピチピチの女子高生を前に欲望を爆発させてしまった。イエーイ！裁判長。はい、原告のニノ君。この男は一度マンションから出たと見せかけて私のお風呂上がりを待っていました。悪質極まりない犯行にこいつの今後の出入り禁止を要求します。あんたまだこいつの味方でいるつもり？こいつははっきり言ったの。取りに行って盗撮よ。裁判長、ミクは被告への個人的感情で構ってます。言っとくけど私は裸を見られたんだから。見られて減るようなもんじゃない。あんたはそうでも私は違うの。同じような体でしょ。今は争ってる場合じゃん。いつきは黙ってて。てか、あんたもその写真消しなさいよ。あ、こんな体勢になるかな。いちか、やっぱあんたは話がわかるわ。こいつは突然私に覆いかぶさってきたのよ。いや、あの時は。よく見ればそうとも受け取れますが。ちょっと、何解決した感じ出してんの？適当なこと言わないで。まったく使えないわね。何見てんのよ。あんたの顔なんてもう見たくないわ。何してんの？どうしても解けない問題があってな。解いてから帰らないとすっきりしないんだ。あっそ、勉強勉強ってバカみたい。勉強がバカとは矛盾してるな。いや、バカだから勉強してるとも言えるか。うるさい。みんなバカばっかりで嫌いよ。それは嘘だろ。嘘じゃない。あんたみたいな得体の知れない男を招き入れるなんてどうかしてるわ。私たち。そうお前は言ったよな。もういい、黙って。俺が嫌いってだけじゃ説明がつかないんだよ。5人の姉妹が大好きなんじゃないのか。だから異分子の俺が気に入らないんだ。何それ、見当違いも甚だしいわ。人のこと分かった気になっちゃって。そんなのありえないわ。何よ、悪い？私はただ、私悪くないよね。え、バカみたい。なんで私が落ち込まなきゃいけないの？やっぱ決めた。私はあんたを認めない。たとえそれであの子たちに嫌われようとも。これだから過度な干渉は嫌なんだ。でぇ、あ、上杉さん、なんでそいつといるのよ、いつき。もしかしてデート中？ごめんね。違います。そこまでして花火が見たいかね。今日は5人で花火を見に来たのに、なんであんたもいるのよ。だって待ちきれなかったんだもん。あんたも四つ葉に変な気を起こさないでよ。ちょっと待ちなさい。せっかくお祭りに来たのに、あれも買わずに行くわけ？はぁ、せーの、行くぞ。全部買いに行こう。あいつが張り切るわけだ。あんたたち、花火始まるって。すごいすごい。
掴んでろ。どうしよう。種子島に鉄砲と共に伝わり、スマホも全然繋がらないし、頑張って宿題も終わらせたのに。四つ葉、もうどこにいるの？うん、わかった、迎えに行くからそこで。あ、もう妹ちゃんは大丈夫、四つ葉と一緒にいるから。ああ、ボサッとしてないで、あんたも電話。あ、そうか、使えねえ。使えないのはあんたよ。あれ、イチカじゃないか。え、なんでよ、また電波が。ここで待ってろ、俺がみんなを連れてくる。お前と二人っきりも嫌だしな。ふん、あたしこそ何でもない、みんなのことは任せたわ。位置を伝え忘れた私も悪い。中を怠らないように。ゲッ、みんな行こう。ねえ、あの人はニノのこと呼んでなかった？あいつ私のストーカー。え、うわ。ニノ、俺は諦めないぞ。祭りの日、イチとは付き合ってくれただろ。え、考え直してくれないか。なんならお前の家でもいいんだぞ。あと一回だけ、一回だけでいいから、お前の知らないことをたくさん教えてやるよ、ニノ。必ず満足させてやる。おお、分かってくれた。あんたね、誤解されるです。なんだ、勉強サボって遊んでるんじゃない。あたしもやる。あんた代わりなさいよ、お金少な。あのことをこいつに知られてみろ、どんな行動に出るか火を見るよりも明らかだ。混ざる？ん？おい、ほら、あんたも今日の家庭教終わったんでしょ？帰った帰った。裸を見たんだから、これでお相手でしょ？あんたといつきの様子が変だったから来てみたら、赤点を取ればクビね。いいこと聞いちゃった。に、ニノも一緒にどうだ？私は必要ないから。絶対に勉強に勤しまない、勤しまないことに勤しむに決まってる。デバッデバッテ、それあんたの妹ちゃん。なんだよニノ、盗み聞きするんだったらお前も一緒に。聞きたくなくても耳に入るわよ。